まあ大体こうやって操作するっていうのはそうフェアじゃないですね、うん、フェアじゃないものは終わらなきゃいけない当たり前でね。あ、外でなかなかね、こう言えんことを、ね、言ってるからね。そう、言わんとまたストレス様だよね。おかしくなるよね。そう、してるのに知らないって言って、こう話し合わせていくと疲れちゃうんだよね。道にはできない。何がいいかわかんないけど、それができない。まあ、普通の人はそう。なんか合わせてやってんだけどね、じゃあ向いてないな、それだな。違うもんは違うっていうし、そうだと思うはそうだっていうしね、うん、だけどそれでうちが間違ってるとそれでいいじゃない、わかんないもんね、そんなもんね、うん、なんか人間で大したもんじゃないなと思うようになったよ。なんか全部その宗教みたいな感じだね、怖いねと思うよ。そう、これがいいと思ったらこれが違ったりね、うん、そう。まあ本当はね、生まれる前の状況が一番いいんだろうもんね。生まれる時はまっさらに生まれてるからね。で、変なもんがこうとか母子手帳で入れてくから、どんどんおかしくなってるんだよね。最初そっから始まってんだよね。まあいや、まっさらの紙から始まった方が一番いいんだろうなと思うよ。うん、まっさらの紙で、正しい、その、体もさ、添加物が入らないやつがいいよね。年を取ってから気づいたんよね。添加物良くないっていうのはね。うん。ほんと遅いんだけどね。まあ自分がすんごい技術がすんごい金持ちだったら自分でインターネット作りたいね、うん、このシステムじゃ言論が自由じゃないから、うん、ダメだし、だって自分の自由の中にもルールっていうのがあって、暴力的なこととかああいうのじゃなくてね、ちゃんとそれ守った上でのサービスで、それであと人が選んでいくっていうのが一番いいんだろうね、うん。なんかこう大騒ぎするのがみんな好きなのかな。私は大騒ぎ好きじゃないんだけどね。なんかみんな動画とか大騒ぎが好きよね。大騒ぎで大騒ぎ好かんのよね、うん、なんかショートでも大騒ぎのショートってあるじゃない。じゃあいいの飛ばしてるんだよね。大騒ぎのさっち苦手ないの、ああいうの動画も炎上系は全く見ないけど、なんか大騒ぎ好かんの、うん、わざと大騒ぎしとらんと思うけど、そういうの見ないね。飛ばしてる、うん、興味がないっていうところをしてるわ、うん、SNS でもそういうのは飛ばしてる、興味がないってしてるね、うん、またそういうの見ていくと同調でね、どんどん波形が悪くなってしまうんでね、見ない、うん、私は大騒ぎするのはあんま